日本近畿地方大阪府大阪市中央区、高津高津は大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は高津1丁目から高津3丁目、大阪市中央区の南部に位置する。北は河原山地、西は日本橋、南は何は区カテラ、西は中寺及び天王寺区、生玉町にそれぞれ接する。一丁目には、 古典落語の一つである高津の富の舞台として知られる高津宮が鎮座する。地内の中央を南北に阪神高速1号環状線と東西に千日前通りがそれぞれ走っている。周辺一帯の広域地名に由来、南馬高津の高津の音読、高津の天下軍古僧の天下など諸説ある。地内に上岸八年に創建された高津宮がある。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。高津入口、大阪府大阪市中央区の町帝、アザ一覧、人口統計ラボ。 2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、高津の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、 平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成27年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長,長あざと総務省統計局2019年8月16日閲覧平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧 郵便番号も2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。